これ発売したばっかりのやつ欲しい、めちゃめちゃ欲しい。これで欲しいものを買ってあげますよ。ヒデインインテリジェンスをお売りいただきたいものです。ゼロワンのソウルを感じた。あんたにはないソウルをな。ガナマス、いらっしゃいいらっしゃい。今日はジオのプログライズ企業を入荷したで。ナダさん、こんにちは。プログライズキー屋さん。あ、プログライズキー屋さん。なるほどなるほど。今日はリューソール屋さんじゃなくてプログライズキー屋さんなんだね。せやで、今話題のものを売るんや。残念やけどリューソールはもう下火やからな。今はプログライズキーの時代や。そっか。ナダさん、頭いいですね。最近村に来たやつがアドバイスしてくれたんや。へえ。っていうかこれジオーザのデラックスライダータイミングジオプログライズキー。これ発売したばっかりのやつ欲しい、めちゃめちゃ欲しい。でも今お金ないんだよな。それは残念やな。また出直してこい。うん、そうする。お家のお手伝いしてお小遣いもらってお金貯めるぞ。頑張ってね。はい。お金ならここにあります。え、これで欲しいものを買ってあげますよ。いいな。はい、私はザイアエンタープライズジャパン社長。お金なら 100% いや 1000% 持っています。そんなにたくさん持ってるなら少しぐらい買ってもらってもいいかも。よかったな。はい。それでいいのかよ。え、どうしました、ヒデインテリジェンス社長。ゼロワン、お前社長やったんか。え、ナダさん知らなかったの。あ、カッパ君にお金をあげるのはやめろ。え、でも僕プログライズキー欲しい。心配しなくていい、買ってあげますよ。だからやめろよ。カッパ君は欲しいもののためにお手伝いをしてお金を貯める、そう言ってキラキラしていたんだ。俺はその気持ちを大切にしてもらいたい。それは人間もヒューマギアも同じだ。人間、ヒューマギア、あ、どっちでもない。あ、でもまあとにかくみんな同じだ。これだからヒデインインテリジェンスは崩壊へと向かっているんですよ。さっさと私にヒデインインテリジェンスをお売りいただきたいものです。天津さん、もうこの辺にしてもええんとちゃいます。私のアドバイスで商売繁盛しているのであれば口を出さないでいただきたい。商売は商売や。今俺はゼロワンのソウルを感じた。あんたにはないソウルをな。わかりました。今ここでお金を出すのはやめましょう。しかし君たちはいつか必ず後悔する。 100% いや 1000% ビジネスのアドバイスはええんやけど 1000% 言いすぎてて気持ち悪いな。おいカッパ。はい。お家のお手伝いしてお金貯めてまた来てな。特別価格でお売りします。やったー。よーし頑張るぞ。 100% いや1000% 頑張ってな。え、1000% 頑張る。気持ち悪いって言ったけど 1000% ってなんか癖になりそうだね。せやな。 1000% のリューソールエントちゃう。いやそれはどうだろうね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てねー。